り知らないかもしれませんが、一応選手会長の堀之内です。おい、皆さん優勝おめでとうございます。今日の優勝は本当に皆さんの力で勝ち取ったものだと思います。本当に、優勝させてもらって、ありがとうございました。キャプテンも言った通り、まあ、天皇杯が残ってますんで、僕も現在リハビリ中ですが、なんとか、急ピッチで上げたいと思います。今日はおめでとうございます。